エビナス政マサから1914年8月23日は幕末の合図灰がろう。明治時代の警察官、地方管理である。陽名、秀次郎通称軍地。軍次とも表記される。黒船来航父はエビナス久ヒサ。エビナ家は軽く250国であった。ス久ヒサは1851年暴走半島の 警備を命じられた合津藩の軍事奉行として出動。その後品川放題、江戸地警備でも軍事奉行として活躍した。エビラは父と行動を共にし、ペリー来航の際は父にもらったジンバオリを手に海戦に備えていた。幼少の頃は天然痘に罹患するなど三度も死に瀕する重病を患った。安静の大地震の際は歩行もできなくなっていた。 キューバ闘争に加え法術、呪学と厳しい教育に耐えきれず、家出を図ったことさえあったという。文部に励み、品川放大を視察した藩主の前で大砲を操り、的を初段で打ち抜いている。藩主、松平片森の京都守護職就任に伴い、海老名は幕末の経営をもむく、禁門の変において、功を挙げ使い番へ昇進した。さらに大砲隊組頭へ進んでいる。 パリ万博エビナは、パリ万国博覧会に、施設団として派遣される、徳川秋田家の随員として抜擢され、横山常森と行を共にした。1867年2月15日、フランス船アルファ号に乗船し、横浜を出港。4月11日、パリへ到着した。パリでは先に通していた同伴の山川博田中茂出機と再会している。 欧州諸国の視察を命じられていたエビナは、イギリス、プロシア、オランダ、ロシア、その他数カ国を歴訪した。しかし大政奉還が行われるなど、合図藩に危機が迫り、11月28日に帰国した。合図戦争とは、伏見の戦いに参戦し負傷。合図に帰還後各地を転戦したが、合図若松城老城戦では、北出丸の責任者となった。 この間過労へ就任している。エビラは、藩主夫氏の除名嘆願書に、他の過労若年寄と共に連署している。父は、白川口防衛の合図藩部隊の軍事部長として、内地にし、共に、欧州を訪問した横山常盛も、白川口副総督として内地にしている。降伏後は、東京で遊兵され、赦面されたのは1872年のことであった。 都南へ赴いたが短期間で合図へ戻った。1875年警視庁警部補となり、1878年山形県西村山軍軍長となる。福島事件では民権運動の取り締まりを行っている。福島県一等族となり、忍ぶ軍、北合図軍、石川軍、東白川軍の各軍長を務め、警察官としては警部、 警視属に昇進している。若松町長となり、市政移行に尽力。市長に押されたが辞退したと言われる。その後も、市会議員などを務めている。エビナの妻は、藍津藩士日光信介の娘、エビナリンである。リンは、藍津地方の女子教育及び幼児教育の功労者で、藍津女学校、若松幼稚園を設立した。リンは1888年に霊南坂教会で、 受選したキリスト教徒であった。末政は1903年に若松キリスト教会員となり、伝道に勤めている。母親落実文芸春秋、1978年。幕末に生きる文春文庫、1991年。ありがとうございます。